はい、皆さんこんにちは。ワンダリングルフィッシュです。では、今回は信長の野望大使、太守繚乱、石田三成プレイを続きやっていきたいと思います。で、ちょうどね、今動画を、公開させていただいている頃は、シンガポールで遊んでいる頃からなと思うんですけど、なのでちょっと収録はね、前日に行わせていただいております。で、前回ですね、どこまでプレイしたかというと、信長、浅井を、両陣営を撃破したというところで、今回はですね、東へ下るか西へ上るかという選択肢なんですけども、まずはですね、一応今川を食ってしまってから清廷しようかなと思ってます。ご覧の通りですね、ちょっと気持ち悪い感じで今川領が石田領の中にぽっかりいるような感じになってるんで、まずはこの今川領を駆逐してですね、清廷して秀吉との対決に備えていきたいなというふうに思ってますんで、今回は今川に対して宣戦を布告していきたいと思います。北条がおそらく相手につくかなとは思うんですけど、久秀はこちらへ、足利もこちらに。北条は今それどころじゃない感じかな。北条は今ね、長野家と戦端を開いているんで、どうやら北条が今川につくということはなさそうですね。そしたら早速城攻めに取り掛かりましょう。まずは中野城に出兵するが、雪斎が出てくるんだな。一応ですね、誰をどこから出すかというのも含めて、一つ一つ城を確認していきましょう。飯田城、土ヶ崎、岩村城、富士、吉田、諏訪、長篠、浜松、岡崎でいいかな。で、総勢2万3000か。もうちょっと頑張れない？家康の隊は5000の鉄砲隊か。これは心強いですね。で、信玄の隊は1000しか出せないか。つつじヶ崎館はそんなに兵入れてなかったっけ？結構入れてたはずなんですけどね。基本的にはね、前線になるであろう場所には優先的に兵を集めて、逆に非武装地帯化したもう尾張とかは兵をゼロにまで減らしてます。ちょっとね、その様子も後でお見せしたいと思います。雪斎とは上野でぶつかる感じかな。もう1体出しましょう。同時進行ですね。まあね、最近はもう同時進行するだけの十分な兵糧の余裕がありますからね。そしたらこっちが主力になりそうですね。信長の兵3000、さらに馬場信春が2300で、島左近が5000で、数正の1500。高坂正信2600。信秀隊が600。信秀600しか出せない？で、義清が4300。保科隊が6500。磯野隊が5400という陣容ですね。これでもまだね、多分、兵力的には余裕を持たせてある感じになってるはずです。で、歩兵をどういう風にしているかというと、もうね、この名古屋とか、例えばですね、この名古屋とかに関してはご覧の通り、農兵と足軽ともにもうゼロにしちゃってます。で、逆に前線になるであろうですね、長篠城とか浜松城とか、そういったところは兵を厚めに入れてるんですね、ご覧のように。なので、集結にね、30日以内、1ヶ月以内に集結ができるようなところを中心に兵を集めているんで、兵糧の消耗も最小限に抑えられるかなとは思います。では、これで出兵していきます。今川に関して言うと、そこまでね、強力な武将がいるというわけではないと思うので、
北条と真田軍、信行軍ですね、が激突するか、信行5万4000、これは北条が食われるかもしれないな、が、北条が勝ったか。で、その北条は真田ではなく佐竹を攻めるのか。これは、まあ北条についておく通商関係がありますからね。ところで今何月なんだっけ？冬か。兵糧が心配だな、そうは言っても。まあ、費用度が下がっているところに火巻きをしていきましょうと言いつつ、もうね、米どころになるようなところを中心にやっていきたいんで、まあ、そしたら今回は名古屋城で火巻きしておきますか。で、あと開墾系もね、もう非武装化した、流民がいっぱいいるようなところを中心に開墾を入れていきます。あとはね、本庄だったところにも流民は多いね、そういったところにも積極的に開墾支持を入れていきましょう。で、ね、足軽をいっぱい登用しているようなところは逆にあんまりね、いないはずなんで、流民が、そもそも。まあ、全体的にね、資源は余裕が出てきていますんで、まあ、この調子で今川を駆逐できれば、いよいよ堺。まあ、つまり大阪方面に進出ができるようになりますね。長野 VS 佐竹か。これどっちが勝つかな。よし、長野が勝ったか。いや、これほんと長野よく頑張ってるよな。さあ、摂斎と家康の戦いですね。戦力差はほとんどないんで、武将の質がものを言うな。こちらは無人家、まずそうそうたるメンバーだな。味方なんですが、信玄、道三、勝頼、信虎、安政。いやー、素晴らしい陣容になってますね。で、どういう体系でいくかですが、まず、ちょっと確認しておきたいところで言うと、仮に本陣切り込みにした場合は、切り込み隊は信玄か。いや、ここは全軍突撃で息の根を止めにかかろう。家康はそれなりに、いやでもな、家康は今回鉄砲ですよね。鉄砲の家康を本陣切り込みというか、その全軍突撃の先頭に立たせるというのはちょっともったいないんで、やめましょう。で、切り込み隊は安政に任せるか。直政とかがいるとね、もう切り込み隊長のイメージがありますけど、よし、これでいきましょう。まあ、負けられないな、この上野城の戦い。まあ、本陣切り込みを支持しているんで、向こうが陣を取ってるでいい？味方？どっちが陣を取ってるんだ？陣を取ってる方が圧倒的に有利ですからね、戦意という面では。
さあ、まずは都会を先にしちゃいましょう。迎え撃つという形でもいいといえばいいんですけどね。こちらは山の上に布陣してますから、どちらが陣を取るというわけでもなさそうだな。完全な遭遇戦の模様を呈している、そういうことかな。雪斎は後方に控えているか。となると川のところで敵を迎え撃つというのが一番良さそうですね。さ、敵を川の中に引き込んで倒すという作戦ですね。まあ、あくまでも都会はしないで待ち構えましょう、敵を。向こうはどうやら寿桂尼が最初に都会してきた感じですね。そしたらこっちは鉄砲を打ちかけていきます。安政隊が奇襲を受けてる。これは奇襲をなんとか外していきたいな。劣勢が続いている理由がわからないな。なんで劣勢が続いているんだ、ここは。戦っている部隊もこちらが多いので、有利に戦っているはずなんだけど。そしたら都会してきている受験に対応、まず壊滅させましょう。
で、続いて、岡部元信隊も壊滅させられるな。押されてる理由が本当にわからない。やっとこちらが押し始めた。そうするとまず勝頼は突撃とか持ってるっけ。いや勝頼じゃないな、これは信玄ですね。先方待ちは策士を使っておきましょう。で安政は足止めをしてそこで鉄砲を打ちかけましょう。完璧だなこのコンボ。さあ敵止め、足止め打ってきてるけど、ここはね別に移動する気はさらさらないんで、こちらとしては。さあそしたら鉄砲を打ちかけていきましょう。で、そしたら信玄と勝頼は都会させて敵の背後を狙うか。敵を背後から襲いましょう。ここは引き続き鉄砲を打ちかけて敵を壊滅に追い込む。なかなかね理想的な戦い方をしてるんじゃないかなと思うんですけどね。戦況は一進一退ですね。何こちらの都会作戦が見破られている。さあ都会作戦が見破られた以上はもう背後に回り込む必要はないので、そのまま攻撃に移りましょう。勝頼も同じくですね。引き続き鉄砲を打ちかけて安政は魚でしながら特攻をかけてもらいたい。家康は鉄砲を打ちかけましょう。引き続き清康は一旦用心で引かせる。結局ね敵の総大将節斎は前に出てこないまま終わりそうだ。うん、清康も持たなかったか。うわめちゃくちゃセクシーだな望月は。望月なんて読むんだろう。そしたら信玄は策士を打って、勝頼は突撃系があれば、おっと急襲で狙うのが小畑隊に行っちゃったか。まあしょうがないね。じゃあこちらも都会していきますか。いやここは敵を背後から撃とう。で引き続き鉄砲を打ちかけます。望月千代めちゃくちゃセクシーな衣装着てるけど、
さあ、押してはいるもののちょっと微妙な感じになってきてますね。さあ、そしたら畳みかけに行きたいな。安政は、都会を済ませましょう。で、そこ側面から勝家と、勝頼と信玄で横っ腹を打ちましょう。で、都会中の敵部隊に対して家康は鉄砲を打ちかける。安政は都会できる？完全に都会しきってしまった方が多分ね、楽に戦えるんじゃないかなと思うんですよね。さあ、ここで一気に押せるかな。押し切れれば戦いは決まるけど、よし。ちょっとね、前半は特にやきもきしましたけど、摂西の軍勢を打ち破りましたね。そしたら敵が勢力を持ち直してくる前に力攻めで、落とせるだけ城を落としていきましょう。駿府にまだ7000の兵を残してるのか。やるな、吉本。さあ、ここはただまず一つ中之条を取りましたね。瀬名姫は逃げるか。この瀬名姫の顔すげえ切れてる感じだな。さあ、そしたら犬以上の方は信長が力攻めで攻めましょう。吉本が出陣してきてるな。まあ、吉本の動きは一旦無視して掛川城へ入りましょう。吉本 VS 信長っていうね、夢のような戦い。まあ、背負っている家紋は信長は石田になってますけどね。神原城へ進んでいきます。ちょっと待ってね、吉本はあくまでも犬以上を守りに来るってこと？お、信長がいるな。さすがの信長。信貞、秀政、いやー家臣団が優秀だということが何もないな。どうする？商業、ここは一政と秀政にしておこう。バランスよく上げていきましょうね。城攻めの攻撃、包囲攻撃力上昇中、強攻威力上昇上。これすぐやりたい。城攻めの攻撃すぐにやりましょう。
城攻めの極意を手にするには、軍事が240か。ちょっと先が長すぎて。きついな、これは。どうしようかな。そしたら、ためにかかろう。軍事240だけでいいんだよね。ってことは、軍事以外のものを少し入れときますか。農業だと、ただ今すぐやりたいのってないよな。農作業改革、草刈り効果上昇ってあるけど、草刈りそもそも1回しかやらないからな、年に。そしたら義元を迎え撃ちましょう、一旦信長で。義元はなぜか犬以上に向かった様子なんで、ちょっと意味がわからないけど、普通攻められてるところに来るんじゃないのっていう気もしますけど、義元のおびき出し作戦かもしれないんで、慎重にことに当たりましょう。いや、見えてるよ。ちょっと待ってね、どうなってる？間に合うか？よし、間に合うね。ちょっと間に合わないかなと思って心配になりましたけど。義元が強行をかけてきてるからな。9400しか出せないのか。敵は、3つの部隊で、こちらは信長の本陣1100か。まあ、信長だったら全軍突撃でも十分に義元を撃破できるでしょう。数を生かして一気に押し切りましょう。まあね、関数がこちらが圧倒的に多いときはもう完全にその全軍突撃にした方が決着が早いですよね。結果的に消耗が少なくていいですね。で、逆に同じぐらいの部隊数だとか、あとは本陣、つまり大将が弱かったり、大将の兵が少なかったりするときは、全軍突撃をすると敗北する恐れがあるんで、やめたいですけどね。義元軍軟弱だな。まあ、主力の摂政の軍を破ったんで、こっちはね、義元がいるとはいえ、3部隊しか出してきてない上に、その3部隊もね、知れてますからね。まあ、駿府から温存していた7000の兵を出してきたと思われるんで、さあ、義元が変な動きしてるけど、義元を狙いに行きましょう。氏真だったんだな、今のは。この山から駆け下りてくる勢いを使って義元が攻めかかってきたっていう感じなのかな。その山から下りてくるところでちょうど敵にぶつかると攻撃力が増すとかね、そういう高低差の概念がどこまで生きてるかですよね。山の上にいると防御力が高くなるっていうのはね、なんかのサイト、攻略サイトかなんかで見た覚えがあるんですけど、その結局それ以外の効果がね、山の上というかその麓というか高低差でどれくらいあるかっていうのはもしかしたらね、あるのかもしれないですね。そういう要素も。義元はまたここで一旦兵を引くのか。逃げ足が速いな、義元は。ひたすらに逃げる義元、それを追いかける信長軍っていう感じになってますけど、この角にね、マップは幽玄なんで角に追い詰められるんじゃないかっていう感じだけどな。
さあこれで吉本の本体を階層に追い込んだんで、流れはこちらですね。さあこれでもう吉本の方はまとまった軍を動かして抵抗することはできないと思うんで、蹂躙していきましょう。吉本の今川領を蹂躙していきます。ちょっとね、ジュケーニを差し出せとはあんまり魅力感じないからな。そうなると誰を差し出させるかだな。今側からの交渉の申し出、兵糧1万5000、1万5000欲しいけど、まあ、兵糧もらわなくても倒せちゃうからな。ここは拒否して、もう今側の息の根を止めにかかりましょう。また節災がここで抵抗仕掛けてくるのか。結構兵の回復が早いね、節災も。そしたら今回こそ本陣切り込みにしましょう。で、切り込み隊はそれなりに兵力が欲しいんで、清康に変えてこれで節災の本陣を狙いましょう。まあ、ここもね、4倍ぐらいの兵を揃えてるんで、普通に戦えば勝てるかなという感じですね。まずは受刑。さあ敵がこちらの陣を狙ってきてますけど、まあ、陣はね正直取らせてもいいんで、敵の壊滅を優先しましょう。さあ節災がどこにいる？節災が、節災を見失ってるけど、いたな節災。今節災の方に味方の全軍が突撃をかけているんで、まあ、じきに節災の方は壊滅すると思います。それで今側の本当に組織的な抵抗は終わるな。そしたら瀬名姫を差し出してもらいましょうか。瀬名姫を、
いや、まだ兵集めてくるの？義元は。かなり頑張るな。大谷から交渉24ヶ月？無条件。まあいいかな。もともとね、大谷は敵視して、同盟が結べない状態になっていたんで、一旦同盟を結んで、24ヶ月後にまた得意の兵糧外交に持ち込みましょう。いや、この望月千代ちゃん、めちゃくちゃ可愛いよな。こういう感じの顔立ち、すごい好きなんですよ。ちょっと後で確認しましょう。受験人の統率力が80を超えてるっていうのがすごいよな。さっき差し出された女、望月ちゃんを確認しましょうか。ちょっとごめんなさい、勉強不足で望月のどんな武将なのかも分かっていないというのもあるんで、せっかくなんで確認しましょう。統率80ぐらいあったよね、さっき。これは淀殿ですよね。まあ、お茶茶ですね。議長もいるけど、お初。これは浅井三姉妹のお初ですね。これはなんていうの、瑞慶院って全然知らない人だな。瑞慶院ってどんな人物なのかというと、今川氏親の娘。あ、これが北条との同盟で婚姻同盟になったんですね。でだ、望月千代目って読むんだ、これで。で、くノ一なのね。いやー、すっごいグラマラスな体してるな、こっから見ても。そのグラマラスな女を差し出せとしか言いようがないですね。まあ、いずれにしてもだ、この後は駿府に攻め込んで一気に決戦に挑みましょう。いやー、今川軍は結構抵抗してくるね。もう完全に降伏した方がいいと思うんだけどな。まあ、なんといってもね、数が違いますからね。6倍の兵力を要する。しかも信長をが率いる精鋭だからな、こっちは。あ、一応敵は山の上に布陣してるんだ。いや違うね、山を越えて敵に相対する感じだな。それにしてもこちらの方がね、戦意ゲージが低いっていうのもどういうこと？いや、でも兵糧不足っていうこともなかったと思うんですよね。こちらの戦意が低い理由がわからないけど、なんだろう。
とすいませんね。いやでも戦意が最初低かった理由がよくわからないな。何なんでしょうね。兵糧はまだ十分な余裕がありますね。そしたら力攻めにかけていきましょう。いや、お金にもだいぶまた余裕が出てきたんで、足軽が雇用できるな、これで。よし、掛川は取ったので、この後は小山に攻め込みましょう。で、並行して家康軍が駿府を攻めてるんで、それで決着ですね。いやー、信長と家康が揃って三成の家臣になってるっていうね、この感じもすごいけどな。よし、駿府もあっさり落ちましたね。そしたらもう家康軍は一旦開兵しましょう。このまま兵糧食われても困るし、もう家康が出る幕もないでしょう、ここまで来れば。で、まあ、もともと目的としていた今川領を攻略できたんで、いよいよじゃあ秀吉との決戦に備えていきましょうか。で、甲状腺が有利になる方策は入れていきたいんで、中心的には表情の内容は軍事中心でいきましょうね。で、交渉は足利将軍家に対してはしっかりと兵糧を要求して、見返りとしていつもの同盟締結に持ち込みましょう。で、秀吉とはこの後開戦を予定しているのでやめておいて、氏康とは兵糧を要求して北条ですね、どういう出方をするかっていうのをちょっと確認していきましょう。よし、今川食いましたね。まあ今川はやっぱり切磋、まあでも吉本もね、こうやって見るとね、もう盤石ですよね。統率94、まあ武勇こそ76ですけど、知略内政外政の値半端じゃないですよね。切磋に関しても統率、知略、内政、外政ともにものすごい数値になってるしね。で、まあもちろん受刑にとかも強いですからね。統率が80あるからな、受刑に。まあ、ちょっと武勇でね、90クラスというか、まあ、80にも届かないんで、そのあたりがちょっとね、吉本というか今川だと物足りないかなという気がしますけど、それでも十分充実してるからな。
さあ、これで今川領を完全に取りましたので、この先はいよいよ秀吉との決戦に入っていきましょう。で、こうやって地図を見るとね、やっぱり長宗我部相当でかくなってますね。なんで、この後はどうかな。普通に戦いを挑んでいくと秀吉に対してはちょっと不利になるんじゃないかなって気もするよな。つまり秀吉領に攻め込むまでの距離が長いんで、かなり苦戦しそうな感じもする気がしますね。はい。というわけで、今回は今川領を攻略しました。いかがでしたでしょうか。次回この続きを再びプレイしていきたいと思いますので、ぜひぜひ、お楽しみにしていただければと思います。